はい、4文字2文字。あ、そうですそうです、4文字2文字。あ、でも3文字3文字なんて喧嘩しません。あんえだよ、そしたらあんえみゆりゆりだよ。あんえみゆりいいんだよ、あんえんで。難しい。みなさんどうもこんにちは、あんえんゆりと、せーの、どうもスカイピースイエーイ、お願いします、お願いします、お願いします、初めまして、初めまして、初めまして、いただきます。おーい、早いよ。あ、もう行ってないし。まだですから。なになに、すごいスーパースター。いやいや、やばいでしょ。スーパースターとしてやめじゃない。スーパースターでしょ。スーパースター同士じゃない。いやいや、同士って言う、同士って言う。いやいやいや、違いますよ。いや、で、画面の中の人じゃないから。いいよ、ゴミみたいに扱ってもって大丈夫です。ルーキーの新人として来てほしい、逆に。で、でも、いつだっけ、あの、初投稿が1月の1日かな。ガチ新人、ガチ新人、ガチはもうちょっとだけ。そうだね、ちょっとだけ。ガチ新人、もう半年ぐらいしかまだやってない、もう本当に5年だぞ。いや、でもいい、いい、ため、ため、ここため、ここため、そう、ため、まさかの同い年だった、3人とも。すごくない？私めっちゃ年上だと思ってました。前おじさんに見えてきた。そういうことだよね、やめてくださいよ。すごい先輩なイメージ、やっぱその、まあ、動画歴も長いからね。俺だって動画歴で言うと10年だ。やばい。ヒカキンさんと同じくらい。ヒカキンさんと同じくらい。それ逆に気まずいから言うのやめて。それはなんか弱くなっちゃうから、そうなると。今日はコラボさせてもらえたということで、はい、私の中でスカイピースさんは大食いしてるイメージなんですよね。やっぱりあるか。そうなんだね。やっぱりそのイメージあるか。なんかそのイメージがあるので、はい、お腹が空いたから、はい、マックナゲットを300個用意し、はい、よいしょー。言語知らないやつなんです。お腹空いた、お腹空いた。いやー、お腹空いたね。行きましょう、早速。行きますか。本当にあるか確認してます。確認します、ありがとうございます。これ15個いるってこと？なるほど、出ました。今日4歳呼んできました。ヤクザが3時で15個いるってこと？いや、でも頭いいよ、パパ。でも300なんて余裕ですか？いつもめっちゃ食べてます。一応200、1人で800いけます。800 200、800 800はいけ、800で200いくかいかないかね。ちょっと小食なんで、自分小食なんで、で、いつも1000個100ってやってる。えぐいやん、300か。じゃあ余裕だ。余裕ですよ、秒です。何派ですか？マスタードです。お、マスタード、マスタードです。 BBQ です。あ、じゃあ、どうぞ。え、BBQ いないの？やったね。え、一人ずつ仕事全部いいの？全部やった、いらっしゃい。縁が来たよ。なになに、あ、ヒロさん、ヒロさん、ヒロさん。マジで、じゃあ背景とかもう馴染みある。こっちも分かる、あーもう料理のとこも分かる系だ。はいと言ってるけど、あ、こっちも抜け感もね。うわ、あれめっちゃ面白いですよね。あ、やっぱ子供だった。子供だったね。ずっと見た目でお姉さんだって言ってたけども、そうなんですよ。ただの YouTube キッズが遊びに来た感じだった。確かに、15個入りだ。ちょっと頭いいよ、そこだけ。食べましょうか。はい、せーの、いただきます。やったー。どっから行こう。でもなんかお腹いっぱいになってきた、これ見てるだけで。なんでだよ。え、なんか食べる結構ばっかやったら太ったりとかしない？ない、ないね、そんな。意外と、うん、意外と。あ、それ女子から羨ましがられるやつだ。え、でももう食べたら1日1食とかになっちゃうもんね、その企画で食べたら。ほんと5年やってきた教訓から言わせてもらうと、食い物企画で無理しすぎない方がいい。そうなんだ。マジで体に悪い。でもゆりなちゃんお腹痛くなったりとか。じゃあもうそうなんだ。なんか次の、うん、いっぱい食べた日の夜の夢が低い夢。やば、入ってんじゃない。もう食べる企画やめようみたいに言ってんの。毎回言う。でも一番は辛いのがやばい。食べる時も辛いけど、口から出てくる時も。確かに。火で炙られてるのくらい。あっちぃーって。ペタウンチ多分辛いよね。辛い。確かに辛そう。検証してみよう今度。まあでもなんか今後多分 YouTube やってってちょっとずつ丸くなっていくと思う。え、やだ。あ、どうやっていきたい？太るってことだよ。あ、そういうことじゃない。ねえ。ごめん。子供だって。子供だって。太るってことだよ。丸く。俺ら結構その体的ことやってたけど、ダメだなと思ってこう丸くなっていくっていう。優しくなる。そう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 。いわゆるそう。セーブしちゃうんだよね。で、食べれるわけがないですよね。でもどう考えても、どう見てもだって。そうかな、嘘。マジ？いや、わかんないけど。いや、違うね、君。なんかそんなすごく見えないんだけど。普通に大食いではあるわけ？食べないです、小食で。よく言えたな、今。何作ってほしいですか、もし彼女がいたら。肉じゃが。なんで？なんでですか？肉じゃが
好きなんですでもなんか肉じゃがって深いのやっぱ硬さとか味の濃さとか何の具材を使って作るのかとかっていうのをいろいろ知れるんで、その人この硬さかマジでいいやとかあちょっと硬めねとかうわ、じゃあ具材ぐちゃぐちゃ系ね最高じゃんみたいなエッチの相性みたいな言わないでぐちゃぐちゃねとか硬いんだねみたいないや全然女側のエッチの相性の感想やあなたの肉じゃがは硬いんですあなたの肉じゃが硬いんですか硬めでやらせていただいてあ、硬めなんですねめっちゃ好きっす俺の作る肉じゃがはよれよれ一回も硬くないもうとろけるもうとろけるというかもう全然ないないほぼもうずっとちっちゃいじゃがいもだからもうぐちぐちしすぎてなら肉じゃが作るえ嘘ついてないシンプルに料理作ってんの見たことないねえ企画で作らないやつが企画で作りすぎて多分ちょっと料理できるやつにはなってる多分男の人は全然いいんですよ逆にめちゃめちゃうまかったらさあ、こここうしたんだみたいなちょっと言われやだもんもっとこうした方が美味しいんじゃないとか言われたやだわそんなの泣いちゃうでもさ例えば彼女が唐揚げを作ってきて、うんはい、レモンかけてどうぞって言って食べた時に、うん、うわこれマヨネーズもつけたいなって言われるのってどう思うあでも私言われたことあるかも唐揚げ作った時にマヨネーズ欲しいって言われて、うん、え取ってくればえそれちょっと怒ってんのそれはいや多分そうなんよ俺も元カノに、うん、えこれマヨネーズつけていいって言ったらちょっと不機嫌になってえぇ、ー、あでもなんかごめんちょっと不機嫌って感じでもさそういう時ってどうしたらいいんだろうな勝手に何も言わんとさ持ってくるよりはさそう勝手に何も言わんとさあーでも確かに勝手に持ってこられた方がショックかも、うん、あーやっぱ大事なんだ一言マヨネーズつけていいの優しくないあーのが確かにまあ不機嫌にはなるけど言い方何のかいなるんだでも何ちょっとテンション感でしょテンションうまこれみたいなうまっえこれマヨネーズつけたらもっとうまいんじゃないのそいつのテンションで持ってけばいいから100点わっほーいわっほーいとか言っちゃえばいいんだ言っちゃえばいいわーうまそうわっほーいつけた方が5000倍うまいやばいやばいやばいでめっちゃ入れんのほぼそれなのほぼそれなの味うまくなるのつらい真相にたどり着いたんですよ恋と愛の違い。おお、痛い。自分3年彼女がいたことが2回あって、3年付き合った人が2人いて、結構恋愛を経験したんですよ。これ恋と愛の違い分かったの。はい。まず恋が好きなところを見つける相手の、あこういうとこあるんだ、可愛いな、好きだな、うんうん、うわこんな一面もある、可愛いね、好きだなっていう好きな部分を、はい、愛好きっていうのが恋。うん、恋。で、うわこいつこういうとこあるのかダメだなっていう悪い部分も含め好きだなって思うのが愛あ悪い部分も好きだなって思うのがもうねそういう人は結婚できるわけねでもそうですよねだってさずっと一緒にいるからそうそうそういう人と結婚した方がいいんだろうなって自分の中でうん確かにもうこの年で気づきました愛と気づきましたあやばいですかこれも間に合いモテませんモテるでしょ絶対絶対モテますよねそれを言われてきたずっとモテるやん隠してますよねうわいいなそれで本当にモテてたらモテてるやん絶対でも動画ですぐケツ出ちゃうからねすぐ出しちゃうビヨーンってケツじゃないですアナルです出るのはケツじゃない可愛いしんちゃんみたいのじゃないアナルですでもしんちゃんがアナルをグッて見せてきてたらえぐいもんやだやだやだ絶対やだちょっと毛が生えたアナルやだ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 確かにそれはダメですそれモテないな女子の前のミスポンポンになりますえ、でもだからそれを愛してくれる人に出会えたらそうだよそうだそんなテオくんもおもろいと、うん、エンターテインメントなんだな、うん、この人はって思ってもらえたら、うん、好きですね愛ですねあれじゃあ私アチシさんから、うん、アチシさんから教えてもらった恋と愛の違いで、うん、何それ深いなって思ったやつ何それ絶対そっちの方がいいやん絶対そっちの方がいいやんアチシさんの方がいいやんテッシーの恋愛だって薄いんだからテッシーなら絶対アチシさんの方がいいやんアチシさんはなんとなんか恋って感じで言ったら心が下にあるじゃないですかだから恋は下心があるものだってでも愛になったら心の感じが上に上がるんですよ、うん、だから下心じゃなくてなんか本当に心を愛してあげられるようになったら愛になるみたいなだから下心だけじゃないみたいないなくなったら愛になるんだよみたいな言ってて
薄くない？ごめんけど、薄くない？本人目の前にいないから言うけど、薄くない？恋も下心ないのあるよ。100人中70人の国語の先生が言いそうだ。それが薄ーは怒れるそれは薄ーは怒られるわ。薄ーで戦ったんだよ俺ビリ戦った方がいい。歌に組み込んだよ。それはボボボだよ。もうナゲットって豆腐入ってるらしいよ。ね、聞いたことある。それ誰が言ってたっけ。肉じゃないんでしょ。全部肉じゃない。それダイエットのやつじゃないの。豆腐ナゲットは言う。意外と健康ってこと、うん、食べ過ぎても、うん、いやいや豆腐入ってんのこれ。え、でもちょっとさ、肉にしたら柔らかくない。聞いたよ嘘から。誰が言ってたか私もそれ聞いた。一緒にいたね、うん、ヒロさん、うん、アツシさんじゃない。それこそアツさん知ってる。ナゲットって豆腐混じってんの。絶対本当じゃん。そんな恋が下にあるから下心だけど、うん、豆腐入ってる。いや薄っ。豆腐入ってる理由薄くない。ね、二人はダンスめっちゃ得意なんだ。じゃあダンスしかやってこなかった。マジか、すごい。だから何もできないです僕は。いやダンスできるのすげえ。え、じゃあもうその振りとかも割とすぐ入るっちゃ入るんだ。こう何日も練習してとかはないの。一曲とか振り一曲は3時間ぐらい、うん、で覚えてました。いや早く帰りたいんですよ。そう、うん、早くリハーサル切り上げたいから、うん、みんなで集中して早く覚えようみたいな。うやばい。そんな中で俺混じったら多分死ぬぜ。全然できないから。めっちゃ嫌われる。めっちゃ嫌われる。やばいよね。マジやばいですよ。マジちゃんとやってね。覚えれない人の圧やばいよね。辛すぎるわ。泣いちゃいますよね。絶対泣くダンスは。えおおおおゆり、お尻から円が出てきてる。ゆり円、円、あ、い、ゆり、円、あ、円、ゆり、ね、すごい。本当に泣いてる。何がすごって。え、やめてくる。ちょっとありがとう。やばすぎる。ありがとうございます。匂いはでもないんですよ。ええ、ないよ。いや、二つ口ないですよ。今なんかずっと臭い。それ口ね。口がいつもニンニク臭いんです。なんで。いや、俺ニンニクを多分まといやすいと思う、体に。え、一個食べたら5個分くらいのニンニクをわってなんか分解されて。悪いよ。じゃあどうします。食べるのやめます。私お腹いっぱい15個ね。ハイエー。お腹いっぱいになるの。ハイエーユリ。全然無理だね。あ、でも食べきった。あと1個で15個ですね。うわ、全然時間かかってんじゃん、15個に。やっぱえ、1人何個計算なの。300だと300、4人7、70。ダメだ、全然計算できない。76とかですね。あ、計算してるんだ。マスタードで計算して使っちゃう。マスタードの計算作ってるよ。初めて見た。77点なんてかなって。77。すごくない。初めて見た今。食べるのかなと思ったらこうやって。そうそう、ね、おもろ。はい、ということで本日の動画はここまででございます。本日の動画はここまででございます。美味しかったですか。美味しかったですか。あ、ありがとう。そういう作りなんだ。ね、手作りだったのかな。手作りの感想や。本当は手作りでした。本当は手作りでした。ドッキリだった。いや、すごいな。ドッキリだった。ネットネタバレ。気づかなかった。気づかなかった。いや、美味しかったですわ。美味しかったですよね。美味しかったわ、やっぱり。めっちゃマックみたいだった。そう、匂いも油も。確かマックみたいだったわ。そうなんですよ。こだわって油もやってみたので。うわ、すごい。この辺は食べれないでしょ。そう、この辺は全部あの小材サンプル粘土ですね。危なっ。こっちから行かなくてよかった。そう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 、よかった。手前から行っといて。全然笑ってないよ。全然笑う。叩くだけだ。歯全然出てんということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。あのスカイピースターの動画なんとコラボさせていただけたらということで、本当に感謝しておりますということで、本当に面白い動画になると思うので、皆さん概要欄にぶっ飛んでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さようなら。さようなら。